はい、皆さんこんにちは。レナです。ルカです。エリキブログです。私たちは三重県のビゾンというところに来てます。めちゃくちゃでかい商業施設。私たちの視聴者におすすめされたところなんだけど、ホテルがあって温泉もあってレストランとかもあってマルシュもあってやばいよ。まずはお腹ペコペコですよ。お昼ご飯まだ食べてないからお昼ご飯食べよう。このスクーターでこのエリアを回せる。広いからこれ借りて今日ブラブラしましょうか、はい、歩いてる人も多いけど。歩いてる人がほとんどだよ。私は無理ですねこれ。借りましょう。1時間は1000円だって。2時間だったら2000円ってこと。2人で4000円。多分3時間ぐらいいるから6000円。やめよ。社長お願いしますお願いします。いらんいらん。はい、歩け歩け。社長はケチだよ。お願いします。なの編集頑張るからな。それでも編集頑張ってほしいよこの橋を渡ってご飯が全部あるエリアがあるからそこでご飯を見つけること。これ多分一個一個レストランだと思うよ。さっきマップで見たけど20種類ぐらいの。早く行きましょう。レナ目の前すごくない？ホテルだね。斜面にホテルが作られてて一部屋ずつにバルコニーみたいなのが全部ついてる。あれ、レナがいねえ。迷子になりましたね。どこいた？あ、いたいたいた。いましたね。レナがいなくなって迷子になったから。あ、そういう。電話かけようと思った。いや、そっちにでもスイーツしかないから本当にこの下しかないと思うよ、レストラン的に。どこで食べましょうか？ダイニングホールがあるよ。行きましょう。入ってみる？うん。お、え？ラーメンとか唐揚げとか。何でもあるよ。ステーキ。すごい。決める前にちゃんとしたレストラン見た方がいいんじゃない？うなぎのレストランがあったよ。うなぎ。さっき自転車をケチったからうなぎなし言うと思った。マップあるね、ここに。寿司、天ぷら、豆腐か、そばか。あ、そばいいかもね。そば屋さん。でも、1,2,3,4,5,6,7,8,9組待ちだよ。諦めました。天ぷらか、寿司。なんか、中にめちゃおしゃれなカウンターがあるから動画撮れなさそうだよ。うん、どうしよう。はい、ということで最初のダイニングホールに戻ってきました。その夏に熱いつけ麺を食べれるローストビーフ。はい、いただきます。普通のつけ麺じゃん。思ってた通り。今からスイーツだよ。スイーツは食べれる。一番最初にケーキ屋みたいなのがあって、パティシエリ。じゃあそこら辺で見ましょう。ごちそうさまでした。おっさん、だからここにエスカレーターにエスカレーターに、ね、エスカレーター、山の上に登るエスカレーター。上がってみる。熱い。噛む噛む噛む。ここさ、すごい広くて商業施設いっぱい集まってるけどさ、レストランとかカフェとかさ、デザート屋さんが多いじゃん。だからなんかブランドショップとかさ、そういう系のお店がもうちょっと入ってるとさ、ショッピングしながらご飯食べてちょっとカフェで休憩してとかっていう、そういう使い方ができるから、もうちょっとブランドが集まってくるといいね。それこそなんかこう山の中だからアウトドアショップとか。すごいよ。だから一つの山削って作りましたみたいなぐらいの広さ。上に行くとスパがあるって今サインがあったよ。あ、温泉があるんだ。おしゃれ。うわ、和モダンって感じだね。これあれだね、日帰りで温泉入るだけもできるんだね。ほら、めっちゃ綺麗だよ。まだできたばっかだから、なんかいいヒノキの香りもするね。
まさにタカが先に言ってた。すごい大きさのお店でした。はい、ということで戻ってきました。でもあっちのエリアまだ全然見てないよ、タカ。こっちこっち、デザートデザート。うん、かき氷、俺かき氷食べようかな、暑いし。チョコとラズベリー。タカがかき氷を注文しました。うまそう。なんかショコラって感じじゃない？ガトーショコラ。めっちゃショコラ。もう本当にショコラ、めっちゃショコラだけど甘すぎない。そのラズベリーの酸っぱさがあるからバランスがめっちゃいいよ。これ食レポ上達したね。そうだよ、うまいしか言わない。うまい。これが1300円の価値あるのかな。シロップうまい。あ、なんか本当にマンゴーだね。そう、あ、中にあれじゃない、シロップがもう一段階入ってる。あ、マルシェだよ。あの奥すごいバーベキューができる。バーベキューやればいいのか。ね、初めから知ってたらお昼ご飯別にバーベキューでもよかったし。あ、ここでお肉買ってバーベキューするのかな。 いいよね、バーベキュー最後。うわ、めっちゃいい匂いする。最高じゃん。楽しそう。今からちょっと近くに見どころを見つけたから、それにちょっと向かってから帰ります。今日ちなみに BMW の M4 を借りてドライブしてるんですけど、めちゃくちゃ気持ちいい車です。いい感じの車、本当にびっくりした。外から普通車に見える、中に秘密の、はい、秘密のスポーツカーの心が入ってる。スーパー気持ちいいよ、ね、スーパーカーはスーパー気持ちいい。音が本当に気持ちいい。いや、音はどうでもいいよ。本当ですか、社長。わー、綺麗だね。お、めっちゃ綺麗な川流れてるし。かなんか、なんもないっぽい。なんかすっごい住宅地というか、なんていうの、めっちゃ細い道入ってたよ、俺。村え、前ですね、ね。ザー日本だよ。そうだね、トンボもいっぱい飛んでる。皆さん見えるかな、トンボがこう、キラキラ飛んでるの。あ、しかも上の方に茶畑もある。道に迷って入ってきたらすごい日本の風景が見えたね。夏の、もうザ夏だよこれ。結局何もなかった、ただのドライブだった。確かに。私たちは今から帰ります。帰りましょう。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。